どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲーム世帯中根人、エルザです。今回は、運理の耐久枠について話をしていきたいと思います。運理の耐久枠については、誰を採用するかで耐久面の強さっていうのは大きく変わりますよね。特にバリア持ちなのか回復持ちなのかで味方全体の耐久力に影響するので、大事な要素となっています。特に運理はカウンター型のアタッカーですので、必ず攻撃を受ける必要があります。そのため耐久力は非常に大事な要素となっています。そこで今回は耐久枠以外の編成を固定した上で耐久枠だけを変えた時のメリットなどを紹介していきたいと思います。今回の編成固定枠としては花火、運理、耐久枠、ロビンでいきたいと思います。並び順も固定にして裏には12でチャレンジしていきます。これにより耐久キャラによる純粋な変化が見れるかと思いますので、ボートで試していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは1人目の耐久枠候補です。1人目は頬になります。現状だと相性最高というところのキャラですね。それではポイントを見ていきたいと思います。まずポイント1つ目、バフと回復で安定感が丸というところです。緊急回復ってものはないですが、他の耐久キャラよりも回復面において優秀なため相性は最高となっています。バフと回復は揃っているので全体的な安定感はズバ抜けているというのがありますね。続いてポイント2つ目、EP 回復でサポートが可能というところです。EP 回復については対象キャラクターの最大値に依存するため、EP240 の運理とは相性が非常に良くなっています。また、頬のスキルも2ターンに1回は発動するようになってますので、意外と EP が溜めやすいのもポイントです。味方全員が回復するのも嬉しいところとなりますので、全体的な相乗効果が狙えるというのがいいところですね。続いて3つ目のポイントです。オートでも相性がいいというところです。回復面やバフについては、オートでも相性が良くなっているところですね。回復はターン依存ですし、必殺技はとにかく発動しておけば恩恵があるため、オート挙動でもそれなりに対応が可能っていうのがあります。オートでもかなり優秀なところなんですが、指導ならさらに安定感がアップするのも嬉しいところとなります。続いて2人目の耐久枠候補、アベンチュリンについてです。アベンチュリンに関しては火力をさらに漏れるキャラクターというところですね。それではポイントを見ていきたいと思います。ポイント1つ目はバリアを張れば問題なしというところです。アベンジリンに関してはスキルでバリアを全体に付与できるため、しっかりと管理さえできれば味方のダメージを抑えながら立ち回ることが可能となります。さらに運理のカウンターを邪魔するというわけではありませんので、積極的に使えるのも嬉しいところとなりますね。続いてポイント2つ目です。火力貢献でサポートができるというところですね。バリア付与さえできれば攻撃を受けるだけでカウンターをできる機会が増えるため、火力貢献ができるというのがあります。必殺技の会心火ダメアップを付与できれば、運理の必殺技の火力がさらに強力になるので、攻撃面もサポートができるのが嬉しいところとなります。続いて3つ目のポイントです。追加攻撃編成が組めるというところですね。トパーズやジェイドといった追加攻撃編成も入れれば相乗効果を得られるため、追加攻撃編成が組めるようになります。運理の拡散攻撃をうまく活用できれば、追加攻撃の頻度も高いままダメージも稼ぎやすいっていうのがありますね。特にこのあたりはジェイドと相性がいいところとなります。続いての耐久枠候補3人目は不言となります。不言に関しては高耐久で粘り強いっていうところですね。それではポイントについてです。ポイント1つ目は耐久枠として十分な性能というところですね。不言に関してはバリアなどが張れるというわけではなく、ダメージが分散するため運理と相性が悪いように感じますが、ヘイトを運理に集めることができれば意外と周りの味方の HP もコントロールできるため相性がいいところがあります。特に必殺技の回復が地味に生存率を上げてくれるというところがありますね。続いてポイント2つ目です。各種バフが相性抜群というところですね。不言に関しては会心率バフや HP アップなどアタッカーには嬉しいバフが用意されています。特に会心率は低運の火力の安定につながるので欲しいところというところですね。 HP アップも運理の耐久値だけでなく味方全員が対象となりますので、チーム全体の耐久力アップが狙えるのも嬉しいところです。これで意外と生存率アップというのになりますからね、大事なところです。続いて3つ目のポイントは花火と相性抜群というところです。今回編成は花火を入れてる編成としてますが、花火と合わせることで HP の枯渇や攻撃面においてさらに運理をサポートしやすくなります。運理の会心系が重要なことを考えると、その点も花火と相性がいいので、不言を合わせることで相乗効果をさらに狙えるというのがいいところですね。
配信バフの提供で協力ができるっていうのも嬉しいポイントとなります。続いて4人目の耐久枠候補はリンクスとなります。リンクスに関しては安定感は意外と高いというところですね。それではポイントの紹介です。ポイント1つ目はヘーター集めが強いというところです。味方の HP 管理状況にもよりますが、分離にスキルをうまく使うことができればヘイトを一気に集めれるため、星4のヒーラーとしてはとても相性がいいキャラとなってます。ただし分離以外の味方の回復に関してはなるべく必殺技を駆使しないと安定感にばらつきが出やすくなります。このあたりはオートだとばらつきの原因になりますね。続いてポイント2つ目です。全体回復で安定感がアップするというところです。他の耐久枠と違って必殺技での割り込み回復ができるのが嬉しいところとなります。復元も必殺技で全体回復がちょっとできますが、回復量が比じゃないですね。またデバフの解除もあるため、使用タイミングさえ良ければ一気に状況を好転できるというのも嬉しいところです。味方全体の生存率が安定しやすくなるので、タイミングはしっかり狙いたいところというところですね。続いて3つ目のポイントです。星4では一番相性がいいキャラとなってます。星4のヒーラーとしては運理と相性が良く、ちょっと扱いづらかったヘイトアップの効果をうまく使えるのが嬉しいところとなります。さらに4突しているとおまけで攻撃力も HP 分アップするので意外と嬉しいバフがあったりしますね。まあ数パーセントと少ない数値ですが、攻撃力参照にする運理のことを考えると意外とリンクとは相性がいいところが多く、扱いやすいキャラかなと思います。それでは一通り裏庭の方でこの4人を使って試しましたので、耐久枠候補について総評をしていきたいと思います。まずこの4人の優先度としてっていうところから話していきたいと思います。優先度はホホ、アベンチリン、フゲン、リンクスとなります。まあホホとアベンチリンがおすすめかなっていうところですね。今回この順番に関しては試した編成だとこの編成が安定感が良く、裏庭においてはラウンド数はそれなりに早くクリアできたっていうのがあります。ラウンド数だけで言うならアベンチリンの方が1ラウンドほど上でしたね。ただしリンクスに関しては手動ならフゲンと入れ替えでもいいのかなってレベルになりますので、このあたりはオート挙動だったらっていうところで見てもらえるといいかと思います。ちなみにリンクスなんですが、オートだとかなりラウンド数は消費しますので、そのあたりは注意が必要かなと思います。ほんと手動向けのキャラだなと思いますね。ただこちらの総評についてちょっとだけ注意があります。まずアベンチリンについてですね。アベンチリンに関してなんですが、2番目に入ってるんですけど、相性は悪くないんですよね。なんですが、トッパーズなどの追加攻撃編成だと不安定になるっていうのがあります。まあ、今回試した編成っていうのがですね、花火を導入した編成だったため、SP の枯渇問題がなく、バリアの供給が安定してたっていうのがあります。ですが、従来の追加攻撃編成に運理を入れた場合、SP 管理が困難となり、安定感が落ちるっていうことが起きました。これにより全滅するということも多々ありましたね。他のキャラに関してはそういったことがなかったので、追加攻撃特化の編成だとなかなか難しいのかなと思います。なので合わせる際は SP のバランスも重要視することが非常に大事となりますので、アベンチリン採用の際は気をつけるようにしましょう。では最後になんですが、運理視点で考えてみたいと思います。運理視点で考えてみた時なんですが、ホホとリンクスが安定感が高いのかなと思います。これに関しては生存率の高さというところを優先してます。そのためここのおすすめではホホと並んでリンクスも並ぶというところになります。この理由に関してですが、運理の編成っていうのはどうしても攻撃を受ける前提となっています。なので回復持ちがいる方がチームとしては安定しやすいっていうのがありますね。特にサポート役で入った花火やロビンっていうのは耐久はそこまで高くないですからね。とても大事なことかと思います。そのためホホとリンクスを基準に考えるのが一番いいのかなと思いますね。その他にキャラが整っていたりとかすれば、フゲンやアベンチュリンを採用するのもありというところです。優先度としては先ほどの4人をそれぞれの順番で話はしたんですが、安定感高い順ってなるとまた話が変わってきます。あくまで裏庭に対してラウンドが最短だったっていうのを優先順位で考えての紹介となりますので、そのあたりはうまくバランスをとって組んでもらえるといいのかなと思います。まずは生存第一っていうところですね。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。